次はこちらの漢字です。訓読みは、こです。皆さんも読んでみてください。こ。こ。音読みは、しです。皆さんも読んでみてください。し。 し。こう。し。この漢字は三角です。一。二。三。二角目は。 少し丸みを帯びるようにして書いてください。もう一度書きます。一。二。三。一。二。三。 赤ちゃんの絵からできた漢字です。それではこの漢字を使った例を見てみましょう。子と読むときの例は女の子子と読むときの例は男子女子です。 次はこちらの漢字です。訓読みは、ひとです。皆さんも読んでみてください。ひと,ひと音読みは、じん、にんです。皆さんも読んでみてください。 人「人人人人人」この漢字は二画です。 2位どちらも払いです。もう一度書きます。1位2位1位2位立っている人を横から見た絵がこの感じになりました。